アンリ・ド・グルーは、ベルギーの画家、版画家である。象徴主義の画家の一人とされる、キリストの激怒ブリュッセルで生まれた。父親のシャルル・ド・グルーは、コミーの生まれの自然主義の画家で、ブリュッセルの美術学校で学び、ベルギーで画家として活動した人物である。父親は、アンリ・ド・グルーが4歳の時に亡くなり、経済的には厳しい生活を強いられたが、 父親の友人に助けられて画家としてのキャリアを始めることができた。1886年のブリュッセルのサロンでル・エソールに出展した。管理サロンの運営に反対するグループによって設立された20人店のメンバーに1886年に選ばれた。フィンセント・ファン・ゴッホの作品や天病の作品を認めず、1890年にゴッホや ポールシニャックの作品が20人展に展示されることになったとき、20人展を大会した。1891年からパリで活動を、はじめ文学者のエミール・ゾラの友人となり、ドレフィウス事件で社会が騒然となったとき、ドレフィス支持の中心的人物となったゾラを裁判所の群衆から守るガード役を務めた。パリで活躍するアンリ・ド・トゥールーズ・ロートレック、ジェームズ・マクニール・ホイスラー、 ボール・ゴーギャン、ジェームズ・アンソールといった画家たちと同時代の画家として活動し、多くの文学者とも友人になった。多くの書籍や雑誌の差し絵も描いた。第一次世界大戦後は版画の制作も行い、アビニョン、ベルヌ、マルセイユなどで暮らし、マルセイユで死去した。ありがとうございます。